大阪で町工場を経営されてるねお父さんのいらっしゃってよう調べてるんだ。ご両親様いらっしゃってね。ちょっと何これ。ずっと仕送りとかされてたんですって。どうなんですか。そうです。もうお父さんお母さんがやっぱり僕本当最低な人間で、ちょっと5000円ちょっと足らんから貸してって言ったら、うん、もう分かってるんですよ。1万円振り込んでくれるなって、うん、そういうの何回もあったから、うん、もうかなり迷惑かけたなと思って。はあ、なんてだからずる賢い人間なんだって今思ったら思いますね。あ、そうなん。それいくつぐらいの時にそう思った。だって20後半とかですよ。うわ、最低ですよね。ずっと東京でバイトしながらとか売れない芸人だったっていうね、その今の事務所に入るもっと前もずっと仕送り。そうですね、貸して貸してっていう感じです。あ、月に2万3万は絶対もらってたと思います。じゃあ、はい、ごめんちょっと遮っちゃって、はい、そのサンドの伊達さんがお見送り芸人だと、お客さんをお見送りするお見送り芸人だ、それはもともとは仕送り芸人ってことちょっと面白いこと言おうと思ってんだよ今対抗して大人になるそんな笑わなくていい。仕送り芸人しんいち、仕送り芸人っていうバージョンもあるなと思ったそんな最低な名前嫌ですよ。ネットでしんいちさんの情報を手繰りながら、はい、仕送り芸人って言ってみようって決意してきたんだけど誰が応援するんですか、親からお金もらってる芸人ってこと。いやでもそれもさっきのお客さんで滑る瞬間があったってことと同じで、はい、親に対して申し訳なかったとか、はい、親はどんな愛情でそうやって甘やかしてくれたんだろうっていう、うん、その懺悔とか悔いみたいな感謝だけじゃないじゃん、はい、それが毒になるからいいんだよ。ネタとしてこう還流してくると思うよ。初めて言われました、仕送り芸人仕送り芸人。いやでもお父さんお母さんの愛情だね。でも、はい、じゃあ芸人になってほしいと思ってたのかなお父さん。いやいやいや、ない反対です。もうやっぱり公務員になってほしいと思ってた。うわー、そうなん だ, だお姉ちゃんとかがやっぱ幼稚園の先生、うん、妹が学校の先生。うわー、僕が出て長男、うん、ほなもう絶対何回学校の先生体育の先生でもなってって思ってたと思いますよ。あ、そう。そのためにいい高校のサッカー部に、ね、入れて、ええ、でサッカーで推薦で、ね、大学も出させ てうわ、たくさん金かけてもらいました。あ、そう。だからもう本当にいい格好するわけじゃないですけども、賞金500万全額親にあげました、うん、それだけは本当にあげましたね。あ、そうなんだ、はい、これはねまた徹子の部屋みたいで申し訳ないんだけども、やっぱりあの大阪でね、あの小さな町工場をお父様とお母様で経営されてるっていうようなことで、はいはい、でそういう時にあ、こんなことを聞いちゃって俺こんなことでいいのかなと思った数年前があったって聞いたんですけど、どんな話だったんですかそれは。あ、こんなこと答え知ってる人の聞いた、いや知らない知らない、全部知ってるんじゃないですか。全然知らないで、もうこんな徹子さんスタイル。どの話だろう、こんなこと、ね、家業をね、はい、継いでくれる人がいないとかね、そんな風に答えそれはどんな感じだったんですか。勉強しすぎてどんな感じなの答えしてちょっと教えてくださる、それね、ちょっとね、はい、ジュースとか飲んでちょっとね、もう全部喋ってますやんか。いや、まだ言ってない、何も。いや、もうほとんど8割9割喋ってる。そのだからあれでしょ。いや全然知らない。いや、その全然というか、あの親が、はい、売れなかった時のために、はい、この子はまだ続けとくねっていうね、はい、セリフドキッとなって、長男がうわやばいっていう、あのその話ですよね。いや今初めて聞いた、いい話だよいやいや本当にいや、ライブで聞いたの初めてだから所詮光る画面越しの情報と、はい、ご本人のライブの発言は全然違う。そうですよ。それで優勝したことで、うん、こう有名になったから、この工場をやっと辞めれるかもしれないねみたいな話をしたっていうね。あ、いい、はい、これマジにいい話でしょ。多分なんだかんだ多分親は、まあ、優劣ないけど多分僕が、うん、に一番多分愛情注いでたと思います、うん、男の子で一人でっていうので、うん、でやっぱめちゃくちゃいろいろ許されてきました。妹は怒られるけど、お姉は怒られるけど、新一は許されるみたいなのがあるんすよ。あったんすよね。いや、それはね、おかんは息子好きじゃないですか。ほんでそうなので、父親は娘とかね、その定番で例外ももちろんいっぱいあるけども、それあると思うよ。だから俺なんかね、だから今日本当思いました、もう新一さんはすごい面白い、だからこの線で頑張っていただきたいと、本当遺言のようなことになっちゃったら悪いけど思うんですけど、今度お会いできる時やったらもっと俺を打ってください。あ、さっきの歌はすごく気遣ってもらってて、すごく面白かったし、俺にとって最高に耳に心地いいんだよ、はいはいはい、一発二発、はい、俺の一番悪いとこ疲れたっつって笑ってるけど筋肉こわばるぐらいだと
俺もうちょっと頑張ろうと思うじゃないですか。優しすぎた。これだけはちょっとダメ出しさせてもらいます。いいですか。あんなそよ風のように聞いちゃったら増長するもん俺。そうなんすか、うん、で今度お会いできる時はいやあんなこと言わなきゃよかったぐらいにぐっとこう傷ができるぐらいのことやってほしい。しゃくられてなんぼっつってました昔別の時に。あ、そうなんですか。芸能人はしゃくられてなんぼなんだよって。いや僕も報道ステーション12年やってる時にもうめった打ちされ続けてきて、めった打ちされるのは自分が悪いし、そういう人に育ってもらった。だから滑った時のお客さん最高だねってのはそういうことですよ。あ、やっぱりだから育てられるんですよ、はい、自分のダメなとこめった打ちされるんだから、はい、そうっすね、もうそういうことまで何でも自在にできるようになったらもう天下取れますから。うわー、天下取れますから。嬉しい。審査はあんまりこだわってこないで、はい、遊びでやってきたっていうのは僕にとってみたらすっごく羨ましく見える。あ、だって仕事も遊びなんだから、言ってみれば。そうです。全て もちろんそうですよ、ね、はい、だからそういう観点で言うとそのまんまを残しながらちょっと欲がそこに上乗せされたら最高じゃない。これからあれはどうなんですか。例えば審査のチャンネルに呼んでもらった時に、はい、ヘッドギアつけてる大昔のこう実況させられたじゃないですか俺、はいはい、圧倒的に今の方が衣装も髪型も何もかもギター持って歌うってことももう圧倒的にハマってて面白いんだけども、やっぱりああいう失敗ってのは生きてるのかな。生きてると思います。あの時は多分尖りにとがって、うん、俺は天才だ面白いぞ笑ってないお客が悪いって多分思ってた、うん、こんな時ですね。あ、そうなんだ。で、もうなんか30超えたあたりから自分は天才じゃない、うん、もう化け物だらけ、自分より面白い人間がいっぱいおるって、うん、でも才能ないからみんな教えてになったんですよ、うん、はい、でかそっからなんかテレビこう出るようになって決勝行って優勝なんですね。あ、そう、皆さんの力って感じで。あ、ね、僕はやっぱり面白い方いっぱいいてすごいなと思う人もいっぱいいるけど、 あんなこうキュンとくる歌が歌いながら毒を混ぜて、それが正体不明のドリンクになってなくていい味出してるっていう塩気とこの甘みと酸味が全部入ってるっていうのは初めてだから、だから僕それで感動しちゃってるんですよ。すぐプロデューサー尾形にあの人呼びたいって電話したの聞いて、すぐ熱く語ってましたよね。お見送り芸人しんいちさんってさめっちゃ面白いんだよね。10分ぐらい喋ってましたずっと。で普段あんまり地上波のテレビとか全然見てないんですよ。ニュースとかそんなのばっかりでも偏っちゃってて、だから全然今の若いお笑い芸人の人とか知らないんですよ。だからうわーと思った。うわ嬉しい。ありがとうございました。今日は ありがとうございます。いや本当にお願いします、はい、もういいご縁ができまして、ありがとうございます。もう生で聞けてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかった。お世話になりました。